画家の八田和成です。切り絵、ライブドローイング、似顔絵、絵画講師、いろいろやっております。最近ではシルエットアートというものも始めましたので、イベントなどで皆さんと直接お会いできる日が楽しみです。動画では絵画の楽しみ方や美術館の鑑賞の仕方の手がかりになるようなお話をしていきます。14世紀から16世紀にかけてイタリア・フィレンツェで起こったルネッサンスという時代、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといった数多くの天才と呼ぶにふさわしい画家を輩出した時代です。で、この時代を締めくくるのにふさわしい画家がティツィアーノという人です。ティツィアーノが生まれ活躍したのはベネチア共和国でした。学者や聖職者といった層が主導だったフィレンツェとは違い、海に面した町ですので、とても貿易で潤った都市国家でした。9世紀に海の上に築かれたこの町は、16世紀に入ると、長きにわたった繁栄の絶頂期を過ぎた頃で、それまでに蓄えた富で享楽的な生活に人々がふけている状態でした。フィレンツェで愛された絵画はどちらかといえば禁欲的なものでしたが、ベネチアではあでやかな作品が好まれました。ですのでフィレンツェで磨きに磨きをかけられたルネッサンスの絵画文化を、ベネチアの人々は自分たちの好みに合わせた様式に変えて受け入れました。本日お話しするティツィアーノという人は、絵の技術もさることながら社交性とか営業力にも長けた画家でした。そんなベネチア派と呼ばれる人たちを代表するティツィアーノですが、ここからは親しみを込めてティツィと呼ばせていただきます。ティツィは子供の頃から絵の才能を発揮しており、13歳の頃にいろんな画家の工房を転々とします。そして最終的に白羽の矢が立ったのはジョバンニ・ベッリーニという画家でした。この方はベネチアを代表するスター画家です。彼の工房に入ることにしたのはベッリーニの色彩豊かな表現を学ぶためでした。しかしティツィは実際に習い始めると、このベッリーニの描く輪郭線というのがとても硬いものだなぁと気になって仕方がなくなります。結局この工房で出会った兄弟子のジョルジョーネの弟子になることになります。ジョルジョーネは輪郭線をきれいにぼかして大気の存在というものをキャンバスに再現するという技を持っていました。ティツィはこれに心を奪われます。事実ベッリーニの後、このベネチアを担うのはジョルジョーネであるとさえ言われておりました。そしてこの後ティツィとジョルジョーネは師弟関係というよりはパートナー、仕事仲間というような感じで、絵の制作に臨んでいきます。しかし程なくしてこのジョルジョーネは30代半ばで亡くなってしまうんですね。ですのでティツィにとっては、尊敬する兄弟子が亡くなったその悲しみもさることながら、実は画家として考えると絶好の機会でもありました。営業センスにも長けたティツィはベネチア共和国政庁の壁画を描かせてほしいと自ら名乗りを上げます。そしてその仕事に挑戦するんですが、なかなか手こずります。それまで大きな作品というのを描いたことがないのですが、そのチャレンジに臨むことにしました。そして手こずりながらもなんとかそれを仕上げて、この見事な作品は評判になり、たくさん注文が舞い込むことになります。教会ですとか建物の壁画のそういった大きな作品ですね。ここでベッリーニの下で学んだ色彩豊かな表現力というものがフルに発揮されていきます。またオリジナルの構図というものも自分自身で発案していきます。性愛と俗愛という作品では、同じキャラクターを一目見て分かるほど対照的な性格として描くことで、絵の物語に謎解きの楽しみを与えてくれます。事実この絵のタイトルも解釈も全て後付けなものなので、鑑賞者があれこれ議論しながら楽しむことができます。バッカスとアリアドネでは対角線で色彩の集団を分けて描いてます。左上は青色、右下は緑の大地、その狭間で浮かび上がるお酒の神様バッカスの白い肌の躍動感が引き立っています。ウルビーノのヴィーナスなどに見られる官能的な
肌の滑らかさはティッツィのお箱でして、この絵は表向きはヴィーナスであると言いながらも実は純粋に女性のヌードの絵なんですね。依頼者が実際ティッツィに女性のヌードを描いてくれと明確にリクエストをしている記録というものが書簡として残っております。ルネサンスの時代の他の画家たちと違った視点でこう絵画というものを研究することができたのは、そのベネチアはフィレンツェとは違って、まあ、様々な国の人々が出入りする貿易都市だったからということもあります。事実ティッツィはたくさんの人の肖像画を描いたのですが、まあ、みんないろんな国の有力者たちです。肌の色や髪の色、瞳の色、骨格、やっぱり人種が違いますので、さまざまなバリエーションの絵を描くことができたということが大きいと思います。そしてそれぞれの国の人々の違いも出しながら、ちゃんと有力者に向けたこうよく見せる誇張、そういったアレンジも欠かさずできる腕を持っておりました。88歳という長寿でした。ティッツィという人はいろんな方のいろんな注文に沿うように柔軟に対応できる画家であり、それはまさにこの華やかな貿易都市で活躍する商人のような存在でもありました。